腹圧、25日ですね、2020年1月25日、11時、9分ぐらいですね、で、複雑多様化ということでね、平均誘導線を使ってます。で、ジケーターの方がね複雑多様化になって、この5分足で見てましたけども、まあ、ここはねいいとして、ここも変更されます。今は基準ですね。で、 CCI の高さ、 RSI ですね、周期でこうなってますけど、これはモード10個まで、私のオリジナルです。特集ですね。これは分析ですね、この設定値の。で、これを入れるとね、複雑にこちらの方も調整されます。最良の、数字になるんですね。CCI と RSI の思考というのは他の人も言ってまして、いますけども、ほんの一部ですね、使われるという感じですね。で、今、勝率 66.6 なんて動いてないんで、分析はできないんですね。そんなことで、この平均誘導線もちょっと入れた方がいいかなということでね、トレンドとか、その動きによってのね逆張りは入れた方がいいんじゃないかというようなことも言ってたんで、入れてみましたけども、思考的には一部ですね、私の思考の方、90% ぐらいです。で、 10% ぐらいちょっと入れたね、いろんな人の情報とかアイデアとかいうのも入れますからね、だけどほんの 1% ぐらいになったり結局そうなっちゃうからね。使用上の一つのね、なんか似てるインジケーターに対しての思考はね、確実に入れたりとか しますけども、 1% 量とか 2% 量ですね、全体から言うとね、私の知識からですね。どうもありがとうございました。